分子生物学は、生命現象を分子を使って説明することを目的とする学問である。分子生物学という名称は1938年オーレン・ウィーバーにより、提唱された。これは、当時、量子力学の確率や X 線解説の利用、等により、物質の分子構造が明らかになりつつあったことから、まだ謎に満ちていた。 生命現象をも、物質の言葉で記述したいという希望の表明であった。当時、遺伝の染色体説はすでに確立し、遺伝学は、症状映えなどを用いて目覚ましく進歩していたが、生体構分子として知られていた。タンパク質と核酸のいずれが遺伝を担っているのかも、遺伝子が具体的に何を決めるのかも不明だった。ドイツを中心とする当時の物理学者たちもこの、 問題に深い関心を持ち、特に、マックス・デルブリュックは、物理学から遺伝学に転向した。また、物理学者から見た、生命観を述べた、シュレーディンガーの名著、生命とは何かも、大きな影響を与えた。デルブリュックは、研究対象を症状倍からバクテリオファージに、転換して、ファージグループと呼ばれる学派を主催し、これが、分子生物学の創生に大きく寄与した。 1940年、ジョージ・ビードルとエドワード・テータムは赤パンカビを用いて遺伝子とタンパク質の間に1対1の関係があることを示した。このように単純なモデル生物から始める方法は分子生物学で標準的な研究法となる。1928年、フレデリック・グリフィスは肺炎球菌の R 型菌に S 型の子菌を与えるだけで S, S 型菌に形質転換できることを示し、1943年、オズワルド・アベリーラはこの形質転換の原理がデオキシリーボ核酸によることを発見した。また戦後にかけて、ファージに関しても同様に DNA が遺伝物質であることが示された。そして戦後、イギリスとアメリカのグループがこの DNA 分子の構造を明らかにしようと競争した末、 1953年にジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが二重らせん構造を発見した。これは相補性により電をも説明する画期的発見であり、これにより分子生物学が本格的に始まった。1960年代になると DNA とタンパク質の情報を仲介する伝令 RNA が発見され、さらに DNA 情報とタンパク質構造との関係、すなわち遺伝暗号が明らかにされた。一方ジャック・モノーとフランソワ・ジャコブは最近による研究から調節タンパク質が DNA 上の遺伝子に結合し、メッセンジャー RNA の転写を調節することを明らかにした。後に高等生物でもこれに似た。 転写因子が遺伝子発現調節で主要な働きをしていることが明らかになった。このように遺伝情報は DNA メッセンジャー RNA、タンパク質という風に一方向に伝達されることが確定し、この図式はセントラルドグマと呼ばれるようになった。ただし1970年には逆に RNA、DNA の流れ、つまり、 セントラルドグマの例外もあることが発見された。こうして遺伝現象の基本的な部分は分子の言葉で記述されるようになった。1970年代には高等生物も分子生物学の対象となる。この背景には目覚ましい技術的進歩があった。1970年代半ばまでに各種の DNA 修飾酵素が管理され、 人工的な遺伝子組み換えが可能となった。しかしこれによるバイオハザードの恐れが指摘され、アシュロマ会議での議論の結果、科学者は厳格な自主規制のもとで研究を進めることとなった。遺伝子組み換え技術は分子生物学をさらに発展させ、またバイオテクノロジーの重要な柱ともなった。この分野での他の画期的な技術には、70年代、 後半から発展した DNA シークエンシングと80年代に開発されたポリメラーゼ連鎖反応がある。1970年代から80年代にかけてがんの研究を直接の目的として動物の遺伝子研究が推進され多数のがん遺伝子が発見されるとともに細胞内シグナル伝達経路が明らかにされていった。全ゲノム解読を目指したゲノム計画では 1990年には、すでに、ゲノムプロジェクトが始まり、2000年には、人のほぼ全ゲノムが解読された。富沢淳一がアメリカから帰国後、アメリカで起こった、分子生物学を理解できる研究者を育てるために、第1回ファージ講習会を1961年8月、金沢大学医学部の実習室を使って10日間、開催したことが、 日本の分子生物学が発展する重要な契機となった。第3回から第7回までのファージ講習会は四国の大阪大学微生物病研究会観音寺研究所で開かれた。このファージ講習会で分子生物学を学んだ研究者が中心となり日本の分子生物学研究の基盤を作った。1978年には渡辺かくらを中心として 日本分子生物学会が結成された。当初の会員数は600人程度で年会の演題数も160程度であったが、1998年には会員数が1万人を超え、年会の演題数も2000を超えるまでになった。ありがとうございます。